ビシュビレールは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。他に囲まれたコミューンで、モデル川が流れている。ビシュビレールは、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世が、11世紀に、狩猟地としていた無人の土地を寄進した後、ストラスブール司教が作った、定住地である。1263年、集落で火事が発生し、犠牲者が出たことが分かっており、なお、 ビスコフスウィルアと記されたのが、最古の記録である。1524年にプファルツビルケンフェルト博が、ビシュウィレーを購入し、以後フランス革命まで領有していた。かつての長者、ラ・ローブは1665年に建てられた建物で、ある。17世紀のユグノー弾圧により、ロレーヌ、アルデンヌ、ピカルディからユグノーたちがビシュビレールに避難してきた。彼らはこの地で、石や、 羊毛の産業を起こした。19世紀には町に100以上の工房や工場があった。不仏戦争を間に挟んだ1869年から1874年までの間におよそ4000人の住民が故郷を後にした。2000人以上がオートイコールノルマンディ地方のエルブフへ移住し、多くが宝石産業に従事した。ありがとうございます。